豊見城市中堂に完成したのは、琉球海運の総合物流センター、琉球ロジスティックスセンターです。敷地面積およそ4万9000平方メートルと、物流施設としては県内最大級で、入荷された商品を自動で仕分けし、配送先別に分けることができる特殊な装置を備えています。トラックの配送効率が進みますので、CO2 の排出の軽減にもつながります。本施設をですね、稼働することによりまして、さらなる物流の効率が進むものと期待しております。琉球海運は沖縄自動車道や那覇港に近いことから、物流効率が上がり、運転手の負担軽減にもつながると期待しています。